健康道場コスモポートは元巨人軍の川上哲治監督や俳優の伊武雅刀さんなど多くの著名人も訪れたという全国的に有名な健康施設です。主催の吉丸房枝さんは人生は心一つの置き所として月刊誌父に何度も掲載されるなど30年以上にわたって心の持ちようを説いてきた人物です。私たちは嫌なことがあるとつい心を乱しがちですが、吉丸さんは心の置き方次第でマイナスもプラスに変わると語ります。まずは吉丸さんが幼い頃にお母さんから教わったというものの考え方について語ってもらいました。巨人軍の川上監督とか、あの俳優の伊武雅刀さんとか、あの薬師寺の館長さんとか、まあそうそうたる方々が全国からこの福岡米原の地にですね、もう全国からやってきてると。で、その健康だけじゃなくて、その心の部分をですね、先生に求めてこう集まってきてらっしゃるっていうのでですね、その先生がそのやっぱりその心の置き方一つで、その人の健康もあるいはその精神状態も変わるっていうのでですね、おっしゃってる話はすごく私心に残ってまして、そのあたりは今日。